さて、今日で最終日4月2日、今ですね23時45分でしょうかね。あと10分で超獣神祭終わってしまいます。オーブ93個あるんで、もう一度だけ弾いてみたいと思います。行こう。さて何が出るかな。よし、10連ガチャ行きますよ。レディーゴー。よっしゃ、頼むぞ。はしご、ルシファー来い。お、ストライクです。ストライク、これも当たりがたしですよ。ラッキーですね。いやー、でも今日なスラッシュやってたからな、痛かったな。でもいきなり星を出ました。なんだかすんよ。リビアと、まあまあ、まずまずこれは取っておきますね。でもな、もう1個出ちゃったから、もうこれで出ない気がするな。なんか出ないかな。お、リボンです。これも使います。これもいいキャラですよ。ももちさんだです。よく出てきて捨てられるキャラですね。これもですね、序盤戦使えるんですけど、ほとんど使えなくなってきます。さあ、あと3つ。お、すごい、劉備が出ました。劉備が出ましたよ。メインのキャラで持ってるんですけどね。まあ、いや、星5が3つですよ、今日。もう1個なんか来るか。来い。お、真田幸村だと思います、これ。すげえ。ちょっと待ってください。星5ですね、ストライク。いやー、これすごいですよ。すごい当たりです。めちゃくちゃ当たりですね、これ。まずストライク、そしてこのリボンも5じゃない。お、これはすごい。リボン、これは自身のスピードがアップってことで、めちゃくちゃつくよめ戦には使えますね。そして劉備、まあこれはね、神化させてから強くなります。まあまあまあ。で、さまで、お、すごい、星子4体引いてよかった。まあルシファー欲しかったけど、ここはね、すごいですよ。1、2、3、4体、星子4体やってよかったっす。これで一気に戦力上がりましたよ。いやー、嬉しいですね、これ本当に。大丈夫かな、これ。バグじゃねえよな。確かにいますね、リボン。はい、劉備も。ってなって、昨日ゼウスが出てるんで、非常に光属性が豊富になりましたね。いやー、育てがいあるキャラを続々と手に入れましたが、水のキャラが何もいないっすね。闇を使えるのは、まあ今後集めていきましょう。では今日はここまで。バイバイ。